ミッション62多重障壁。あら、シールドベアラーの登場回ね。多数のアンカーを発見。プライマーはここを転送の拠点にする気だ。我々が企みを阻止する。青ドラゴンから一旦離れて都心に戻ってきたね。見て、アンドロイドに占拠されつつあるわ。転送されているのは高機動型アンドロイド。これ以上増えたら手遅れになる。すでに敵の戦力は整いつつある。チャンスは今だけだ。みんなターター言っててちゃんと話聞いてるのかな。うちのリーダーちゃんと人望あるから。シールドベアラーがいる。光の壁を作り出すマシンだ。シールドベアラーは 4.1 にも登場したわね。攻撃手段は持たないけど、ちょこまか動き回りながらシールドでこちらの攻撃を防いでくる。割と面倒な敵よ。足を止めずに一気に攻めちゃった方がいいかもね。アンドロイドも増え続けるし。光の壁はドーム状に広がっている。壁に守られたアンカーを破壊することは困難だ。シールドと航空攻撃の相性悪いから、今回はドローンとショットガンで戦っていくよ。光の壁は特殊な性質を持ったエネルギー障壁です。我々の攻撃を遮断。しかし敵の攻撃は通過させます。敵は光の壁に隠れながら一方的に攻撃できるのです。後ろですっごいターター言ってる。ごめんて。光の壁は物体ではないため自由に大きさを変えることができるようです。シールドベアラーは状況に合わせて壁の大きさを変えています。サイズ可変2段階。そこはコストかけても多段階式にするべきだったのでは。まあ人間のことはアンドロイドが追い払ってくれるし、遠方や上空からの攻撃を防げればいい設計なんでしょう。あ、壊れた。向こうから近寄ってきてくれて助かった。逃げるように動かれたらエアレーダーは追いつけないからね。アンドロイドを呼び出す悪い塔は壊しちゃおうね。すごいわね、一瞬じゃない。ほんとドローンが強くて助かるの。指示したらバビューンって飛んでって攻撃してくれるからね。空飛べる兵士、ドローンさえあれば私たちいらない子なんじゃ。いやほら、人が飛べることでいろんな角度から車線通せるし、追っかけたり逃げたりするのだってお手の物だし、ウィングダイバーの武装って派手でかっちょいいし、格好エッチだし。ありがとう。いや、最後のいる？よし、壊した。シールドベアラーの生み出す障壁はどんな攻撃も通さないけど、シールドベアラー自体はやけに脆いのよね。テレポーションシップと似た素材な気がするんだけど、あれかな、関節部とかむき出しだからかな。やっぱり人間に近づかれる想定はしていないようだわ。プライマー爪が甘くて助かる。ベアラーがいた以外はアンドロイドと塔だけ。数もまちまちで苦戦しようがないね。ってことでアイテム回収じゃ。あ、無理やりヘリ使ってる。初期型は遅い。普通に車両持ってくればよかった。まあね。手に入ったアイテムは、お、新しい戦車だ。フラッカー SPC。 弾速が速くて遠距離でもほぼ正確に狙えます。大砲を車両に乗っけたものを自走砲って言って、主に遠距離砲撃が得意です。これは戦車ですけど自走砲寄りの性能ってことで SPC って呼んでるんでしょう。63番目のミッション、激突する平原。 4.1 でも平原で敵の大軍を迎え撃つものがあったね。私あれ大好きだった。今回も総力戦よ。万全の装備で行きましょう。進め。敵の大軍すべて撃ち滅ぼしてやるわ。世界はいずれ埼玉になる。宇宙人に渡さないぞ。歩兵に戦車、タイタンまでいっぱいいる。みんなで一緒に戦うぞ。攻撃開始。見えるだけが全員じゃありませんよ。遥か後方から砲兵の爆撃をプレゼントです。こちら VSP 航空中隊、我々の爆撃機も加勢します。カリンちゃん、共闘と参りましょう。心強いわ、よろしくね。エースパイロットがいるって噂を聞いたわ。どんな人かしら。キュー、ヤーオタルのエース、共にターコイズブルーの空を守ろうぜ。え、なんかやだ。賑やかな戦場で楽しいね。存在が賑やかな人いた気がする。ビークルだって負けないよ。射程に捉えしない攻撃、敵を通すな。今回は大仕事だね。終わったら宴会したいな。あんた食べる以外に何か考えないの。
しかしすごい光景だ。やっぱり派手なのはいい。普段と違って遮蔽物が一切ない平原、ノーガードの殴り合いだわ。ありったけの爆弾を落としてやったぜ。 VSP 各機、この後は現場のエアレーダーの指示で空爆を続行。ササラちゃん引き継ぎお願いします。オッケー、任された。ポイントが溜まり次第どんどん空爆要請するよ。もちろんこっちもね。いや、スプライトフォール久しぶりだ。ガンガン照らしていくよ。ホイカリンちゃんも。ああ、忙しい忙しい。新兵器の到着まで持ちこたえろ。新兵器、ミッション概要に書いてあったレールガンね。確かに威力の高い貫通攻撃が放てるけど、数台応援に来たところでそんな変わるかな。レールガンいっぱい向かってるっす。よし、みんなそれまで持ちこたえるんだ。調子いいな。なんであれ火星は大歓迎よ。タイタンは動く要塞だ。どれほど敵が押し寄せてこようとビクともしないわ。嘘つけ、ポンポン跳ね回るの知ってるんだぞ。 EDF の新作が出てもあのヘンテコ挙動は治らないでほしいわね。怪物が来るぞ、迎え撃て。レーダーに敵へ飛行型よ。落下する物体も検知。クルールだ、クルールが来るぞ。クルールが来る。名前のせいで無実の一般兵士がギャグを言ったみたいになったわ。ひとまずイヤちゃんレーザーで蜂を足止め、数を減らしながら退避するよ。ササラちゃんたちこっち、蜂の相手はニクスに任せて。敵の移動基地が接近しています。来たか。レールガンはどうした。間もなくです。ただ移動基地はもう目前に迫っています。もたもた。くそ、間に合わないか。待って、移動基地まで来るの。今私自力で攻撃する手段が乗り物しかないんだけど。この場で破壊を目指すのなら大変なことになるわね。カリンちゃん、基地をくぐりながら上向きに攻撃できない。何無茶言ってんのよ。機体から身を乗り出して拳で殴ればいけるか。いけないのでやんないでくださいね。むむ、さすがクルールは空爆1回じゃ倒せないか。空爆とイヤちゃんレーザーは敵を倒さないと再養成できない。乗り物の豆鉄砲で時間を潰そう。すごい、私たちほとんど何にもしてないのに乗り物部隊だけでどんどん敵を減らしてってる。シンたちも負けてられないな。エアレーダー、空爆いけるぞ。場所を指示してくれ。シンって言った。何、王族なの。グリムリーパーを派遣しました。間もなく到着するはずです。何、精鋭中の精鋭と聞いてはいるが。グリムリーパー、死神部隊とも称されるフェンサーの精鋭たちっつ。聞いたことがあります。タイムセールでボートとかした関西のおばちゃんたちを食い止めたとか、商店の舞台裏に毎回合計何十キロもする座布団を運んでいるとか、実は可愛いもの好きで装備にキティちゃんのストラップをつけているとか、いろんな逸話があります。関西のおばちゃん、エルギヌス級だぞ。そんな人たちが来てくれるなら楽勝だ。宴会のお店どこにしよっかな。皆さん依然気は抜けない状況ですよ。着陸船が来た。エイリアンが乗ってる。クルールの大群、この数はまずいかも。タコメ、海なし県民を舐めないでよね。打ちまくって盾を引きつけるわ。その隙に攻撃を。了解。これほどひどい戦場は久しぶりだ。紛争を思い出す。グリムリーパー戦場に到着。これより加勢します。フェンサーの精鋭部隊が来ている。歩兵部隊は彼らと合流せよ。合流って言ったってどこにいるやら。レーダーも味方の青点が多くて見分けがつかないわね。バカでかいのが来たぞ。歩いてる。来たか。歩く基地だ。移動基地接近、皆さん気をつけてください。ギャルの神盛基地が来た。カフェのチャレンジメニュー基地なのだ。プライマーの動く城だ。風の時夢に出てくる基地だ。呼び方揃えない。どうする。私たち歩兵はもちろん、ニクスやタイタンの攻撃でさえもあれは受け付けないわ。壊せないなら乗っ取っちゃいません。いいね、私一番高い部屋。あずるいのだ。私広いお部屋がいいな。あれね、味方が大勢いる戦場は通信が収集つかなくなるわね。そうだね。エプシロン、自走レールガン、予定地点に到達。急げ、
前線に突入し攻撃を開始しろ。ついに来た。ここで人類側に強力な助っ人、これならあの巨大な移動基地にも対抗できるかしら。私本当に攻撃手段ないんです、お願いします。そうだ、ここまで来て詰む可能性があったわ。移動基地がいるぞ。レールガンなら移動基地を破壊できる。やるぞ。このセリフ、さてはイベント突入だね。レールガン突起、両翼に展開、攻撃が始まります。やっちゃえ。ファイヤー。ダメだ、このままだと全滅するぞ。レールガンでは移動基地の走行を貫くことはできないようです。撤退を推奨します。うん、分かってたよ。だよね。歩兵は下がれ。重戦車は移動要塞の前に展開、壁を作って敵を防げ。しんがりだ、行くぞ。あの、ちょっと、これがタイタンの役目だ。仲間が逃げ延びるまで壁になるぞ。うわぁ、帰って宴会するの。ツボハチで鶏肉食べるの。みことちゃん、近所で唯一のツボハチ、とっくに閉店してるよ。ってことで負けイベントでした。ちょくちょくアイテムは回収してたので、それなりに手に入った気がします。爆撃の新プラン、落とす爆弾の数は10個と少ないんだけど、その分要請を受けてから攻撃開始までが早いの。再要請に必要なポイントも少ないんだよ。スプライトホールディン、運用方法は特に変わってないけど、一発あたりの威力が倍近くなったよ。自動攻撃コプター、本気のコプターがササラちゃんを追いかけながらビームを放つわ。狙いは画面の中央、射程は 80m、 威力も悪くなくて、影は薄いけど実はかなり頼りになるの。引き打ちのお供に持ってこいよ。ササラちゃん待望の新しいヘリっす。機動力がかなり改善されて、移動のストレスが減りました。兵装は追尾ミサイルは変わらずですが、機関銃が光学兵器に変更されてます。射程 1200m もの強力なレーザーを計10発ずつ放つっす。機関銃のような近接格闘は苦手になりましたが、遠距離から敵を削るのにもってこいです。果たしてミコトちゃんはご飯にありつけるのか。それはそうと外食チェーンなんて一軒もないどいなかに住んでます。じゃあね。